この辺りは多少持たせる感じです。おっと出ましたね、福森のフィードから斜めに入ってきた小手川、決定機、小手川かわした、小手川持ち替えてシュートだー、完璧に裏を攻略しました大分トリニータ、1対1、早くもタイスコアです。まあ、ずっとこうサイドチェンジしてサイドバックの裏、サイドチェンジしてサイドバックの裏って使ってたんですけど、ここで初めて斜めのボールで逆のシャドウを使いましたね。その辺で、町田準備できてなかったですね。ここですね、間に立っているのは町田のやり方してしょうがないと思うんですけど、まあ、そこからの使い方が大分を一応変えてみたことで、突破できましたね。右のシャドウ、小手川が斜めのフリーランから裏を取りました。2試合連続のゴールです。ここまで止め続けていた福井ですが、小手川はドリブルで話しました。